こんにちは、K です。今回は古代の魚のペンダントを入手しに行きます。場所はネヘリンですね。時間を夜に変更します。川灯が光っています。光っている場所が対象魚のエリアだと思います。最初に大口バスのお化けを狙っていきます。シデムシの幼虫ワームをセット。 推奨フックサイズは大口バスと同じ4号から40だと思います問題なく釣れます次に虹色のスラグルアーで小口バスのお化けを狙いますこちらも推奨フックサイズは同じです 問題なく釣れます2種類釣り終えるとワモが一部分だけ光るようになりますので光っている場所から少し奥の方を狙ってキャストするとペンダントの入ったチェストを引っ掛けることができましたあとはドルイドの石に行けばミッション完了です。 以上です。ご視聴ありがとうございました。